はい、筑波大学のアルンヤです。これは、プログラミングチャレンジ第4週の、ストリングマッチングのオグリズムです。じゃあ、皆さん、このビデオでは、ストリングマッチング、のアルゴリズム3つを紹介したいと思います。まず、ストリングマッチングの問題を定義しましょう。あるストリング T、これは、テキストと呼びましょうですね。このテキストの中で、あるサブストリング P、これはパターンですね。つまり、テキストの中でパターンがあるかどうかをテストしたいですね。もし、パターンがテキストの中に存在する場合、そのテキストのインデックス、なんかテキストの中でパターンが始まるインデックスを知りたい。例えば、テキストがこのスティーブン・イベントっていうストリングですね。で、パターンが if の場合ですと、このテキスト t の中で if がこことここがあります。ですので、インデックスが2ですね。0、1、2と、7ですね。じゃあ、パターンが if じゃなくて、イベントの場合だと、1回しかないですね。ここ、1回、7。で、イベントじゃなくて、evening のパターンの場合だと、このテキストの中で存在はしません。ですので、正しい答えがマイナス1、あるいはヌールということとなります。まあ、これは難しくないですね。まあ、ストリングマッチングをしたいときだと、どのアルゴリズムを使えばいいのか。まあ、実はアルゴリズムじゃなくて、まず自分の言語のライブラリの、通常の関数を使いましょう。例えば C と C プラッターでプログラミングしている人は、まあ、str, str, tp とか、あとは t, find, p とかを使うと、それはまあ、プログラミングの負担もないし、バグも出にくいし、で、ここで、ここで終わればいいんじゃないか。ですね。Java の場合だと、まあ、t, index of p ですね。これは、こうすると、no bugs とかですね。で、このストリングマッチングなんか、ライブラリの通常のストリングマッチングはよく早いですし、そので、これを使いましょう。ただし、必ずしもこれを使うことができないですね。例えば、t と p の中に、特別なルールでマッチングしたい。例えば、ハッキング号で、1は i になって、4が a になって、ですね。0が O になってとか、これを、こういうふうなことを、変更したいだと、通常のマッチングが使いにくいということですね。あとは、なんかそのオンラインのマッチング、つまり、インプットがどんどん来て、そのインプットを追加して、どんどんマッチングしていきたいですね。それはまあ多分、競技プログラミングでは、ちょっと難しいですが、オンラインの実際のプログラミングの場合だとこれがあり得ますよね。あとなんかちょっとこういうふうな変数でできない。例えば、同時に3つとか4つとかのストリングをマッチングしたいとか。あとは、同時に複数のパターンが1つのストリングでマッチングしたい。もちろん、なんかストリングが何回繰り返して呼ぶことができるんですが、パターンが多いだとこれはどんどんまあ、後で見ると思うんですが、ストリングマッチングのコストが O of、T プラス P なので、T が一つで P がたくさんだと、T の方が大きいなので、なんか1回で全ての P を T の中で探したい。何回もストリングを呼ぶと、その T のコストがどんどん増えますので、まあ、これは遅くなる可能性があります。まあ、などなど、いろいろな特別な場合だと、自分のストリングマッチングの関数を作りたい。まあ、実は、ストリングマッチングの関数を作るのはそんなに難しくないので、ぜひ自分で作ってみましょう。じゃあ、まず、まあ、いつも通りに、ナイーブの全探索法で見てみましょう。全探索法がまあこんな感じですね。t の中の ti のすべて、その ti から p が始まるかどうかを確認する。まあ、これはこの二乗ループですね。for i in t で、まずマッチングをのフラグを作って、で、for j in p で、その、まあ、j をすべて前にいて、
if ei plus j が、まあ、まずなんかそのストリングの棒のあとリミットのサイズを超えたかどうかをテストするんですね。で、pj イコールかと ti プラス j ですね。pj を前にいて、ti プラスなんかその同じく j にいて、一緒に一つずつをキャラクターをチェックするんですね。これは違ければ、マッチングがフォースして、このループから出て、で、このマッチングのフラグによってはなんか返事が出てくるんですね。ここまで true のままに残ると、i でスティングをマッチングしました。ここで false になってしまった場合だと、i で、マッチングしなかったということです。これはコストはどれぐらいなんですね。実は、通常のケースが、このコストが O of N。この N が t のサイズですね。t が、なんていう、普通の、文章とか、自然言語で、そして p があまり大きくなければ、実はここの false がよく発生しますので、p は少し前にいて、ぶつかって戻って、前にいて、ぶつかって戻って、それはどんどん、どんどん、t を前に進んでますので、O of N になります。まあ、それは通常のコスト。ただし、これは最悪のコストではないですね。最悪のコストが m かける n。どんな感じかというとですね、例えば t がこの aa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 
なんか探索法だと、まずこのループがここまで比較して、これはすべて A で OK ですね。で、ここを B テストしたら、A と B が違うので戻って、じゃあここからテストする。で、これはすべて AOK で、ここは B で戻る。ここはすべて A で、ここ B で戻る。で、これは前に行って戻って、前に行って戻って、前に行って戻って、コストが上がります。で、通常のテキストがこれが出ないでしょうと思うんですが、まあ、皆さん今で知ってると思うんですが、プログラミングチャレンジの中で、変なケースが出ることが多いので、まあ、このケースが必ず入っていると思います。ですね。ですので、このケースが、まあ、このケースで TLE にならないように、もう少し早い、ストリングマッチングの方を知りたいですね。では、一番最初を紹介するのは、キヌーモールプラッツ、KMP のアルゴリズム。KMP は結構古いアルゴリズムですね。キヌースが、多分皆さんが、アルゴリズム入門でキヌースの本で勉強したことあるでしょう。キヌースの本がすごい、アート・オフ・コンピュータ・プログラミングで、すごい有名な本で分かりやすいし、ぜひもっとアルゴリズムが深く知りたい、理論でも実装でも両方知りたい場合だと、ぜひ、アート・オフ・コンピュータ・プログラミングを、勉強してください。まあ、あと日本語版ちゃんと、もうちゃんとありますので。で、キヌース・マール・プラティスが1977で、このアルゴリズムを作りました。このアルゴリズムが、何かというと、この P の AAAAA の繰り返しのパターンを認識して、認識しながら、これを繰り返さないように、やっています。ですね。KMP のアイディアが、P の前処理で進む。ですね。P で、この borders、なんか、つまり、その、国境ですね。その境を、認識して、そしてその境で、再帰的に、P と T がぶつかった場合だと、戻って、全部戻るじゃなくて、なんか、どれくらい P を戻れば、I を進めるのか、チェックするんですね。つまり、このボーダスが、プレフィックスとスフィックスが同じで、で、このボーダスを使って、I を進みながら、P をあまり戻ってこない。KMP の、コストが O of P plus T ですね。あまりそんなに高くはないです。じゃあ、まずその KMP の、操作を見てから、アルゴリズムのシードコードを説明しましょう。まあ、このアイディアで、これは T で、で、P がこの77を見つけたんですね。で、まあ、最初の文字が同じの場合だと、KMP とネイーブ法が同じですね。だから、この S と I を比較して、S とスペースを比較して、
S と D とかですね。これは一つずつを、比較します。ですね。で、ここまでですね。この13まで。で、13に行くと、ここをマーチングして、で、次ここをマーチングして、で、次ここをマーチングして、ですね。ここずっとここをマーチングするですね。で、ここがぶつけた。この E とスペースがぶつかった。前端サークルの場合だと、ここでぶつかって、じゃあ次はここから調べるんですが、KMP が、まあ、ここでぶつかった場合だと、なんか、戻ることが、例えば、あと、こっちからまた始まる場合だと、途中から始まったスティングがあるかもしれないので、その途中を知りたい。このセーブと、ここのセーブと同じですね。ですので、これは一つ前に進むじゃなくて、このセーブがここですね。ここで、ちょっとここを消して、ここですね。セーブエンティ。で、ここでちょっと、あとテストね。で、ここはマーチングして、ここマーチングして、ここマーチングして、ここぶつかったですね。で、ここぶつかって、まあ、前に戻れないですね。これはなんかこのボーダスがない。ここにね、ここのボーダスがあるんですけど、ここはボーダスがないから、じゃあ次は、あとアゴリスムはここから戻るじゃなくて、じゃあここから始める。で、B と S とか U と S とか T と S。そういうふうに進む。ですね。つまり、I20 号と J11 でぶつかったので、これはボーダスなので、I が25のままで残って、J が11から3に戻る。ですね。で、3から4と26でぶつかって、じゃあ I が26の場合に残って、J が1に戻る。ですね。で、次はこの30で喋るんですね。S と S。で、これはすべてチェックして、ここまでチェックして、あ、マッチングしましたですね。で、全部マッチングしたんですけど、次のインデックスも知りたい。ですので、通常のアゴリスムだと、ここに戻る。でも、KMP 法だと、ここのボーダスと、ここのボーダスを両方認識しましたので、戻るのは、ここまでだけ戻ります。ここはなんかこの7。で、ここから、もうこれはもうマッチング、ここでマッチングしてるのでね、これは増えてきていて、で、ここから、マーチングを続く。だから、70、ここですね、77。で、ここもマーチングしました。ですので、実際に見つかったのは、ここでマーチングして、で、次はここでマーチングしました。で、まあ、これは、そういうことですね。なんか、KMP のシミュレーションが、まあ、このパターンを前にスライドして、で、まあ、最初の文字でぶつかった時だと、まあ、最初の文字どん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 進んでます。でも、途中の文字をマッチングすると、ぶつけた場合だと、すべて前に行くか、それとも半分に行くか、ということですね。で、その半分で行くか、どういうふうに計算するのか、次のアルゴリズムで、説明します。どれぐらい戻るには、KMP のアルゴリズムの中での Rewind Table B。この B は Back の B ですね。だからこの7 to 7に対して、この B の行のテーブルがあります。例えば S の場合だと最初の文字ですので両方進む。ですので、マイナス1。E でぶつかった場合だと S に戻るですね。E でぶつかった場合だとさ、この文字と S と比較する。V も S。これはすべて0ですね。で、ここは S と S なので、ここをぶつかった場合だと S に戻って、で、ぶつかった場合だとマイナス1になる。でも、この E の場合ですと、ここでぶつかった場合だと、これを次はこの SE で比較してるんですね。この SE でダメだったので、次はこの SE で、で、これは S に戻ってでマイナス1。この SV が、まあ、ここまでですね。ここまでいった、ここまで行ってみたら、じゃあ次はここから始める。で、ここまで行って、
ここを見つけたら、じゃあ次はここに行ってくるということですね。まあ、これはその機能のアイディアです。なんかそのストリングの中でどこで、なんかそのサブストリングの中で何回も繰り返しているのか、チェックするですね。ですので、KMP 法のアルゴリズムを見ると、こんな感じです。多くのは、なんかこの KMP プリプロセス。これはこの B の行列を作る。で、次はその KMP サーチ。B を作った後に、実際に KMP を使って、T の中で P を探す。じゃあ、プリプロセッシングはこんな感じです。まず、I が0で、まあ、これはあの P の中のですね。I が0で、J がマイナス1で、で、B0 がマイナス1ですね。で、I が、P の中で全てを回して、で、J が、0より大きければ、PI と PJ を比較するんですね。J が0より大きいだと、まあ、マイエンと比較することができます。で、もし PI と PJ が、違うであれば、まあ、今の J が次にコピーするんですね。そうじゃなければ、I と J を進むんですね。で、bi が j にコピーするです、ね。じゃあ、j がマイナス1で、ここの中で j はマイナス1なので、まあ、b0 が、j ですね。で、次は、あ、すみません。j が、bj。j が0マイナス1ですね。じゃあ、1が、i が0から1で、j がマイナス1から0ですので、b1 が0になる。で、ここに戻って、J が0より大きい。で、これは OK。で、I と J が違ければ、この J が、BJ になる。つまり J が、0になります。あ、すみません。J が B0。で、B0 がマイナス1なので、J がマイナス1。違ければですね。で、I と J が進みます。ですね。こんな感じです。つまり、I と J が違ければ、J がリセットする。I と J が同じければ J が進むことです。で、まあ、B がポピュレートした場合だと、次は B を使って KMP search を行うですね。で、I と J は0で始めて、で、I が N より小さければ、まず、J が大きいだと TI と TJ を比べて、違ければ J が BJ に戻るですね。で、bj がマイナス1になると、i と j は両方前に行く。ですね。で、j が最後まで進んだ場合だと、まあ、これは全部マッチングしたので、pf が、プリントをします。で、そうすると j をリセットする。これだけで進むと、毎回 i が進んでいきます。ですので、i はずっと進んで、j だけをたまに戻っていきます。まあ、これは KMP 法です。で、もう一つのストリングマッチング法が、この z 法ですね。z 法が、KMP より、新しいで、なんかその競技プログラミング のやってる人の中で結構ポピュラーです。ですね。z 法もストリングマッチングで使われるけど、まあ、z 法はストリングマッチングのためじゃなくて、その、プリフィックスインデックスを作るためのアルゴリズムです。でもこれは簡単にストリングマッチングに使われます。z 法のアイディアが z アレイ、z 行列を作ることです。z アレイの特徴が、ストリングの中での全てのインデックスが、zi がその i から始まるプレフィックスと同じサイズです。まあ、簡単に説明すると、例えば t がこの aas, ab, aab, aat ですね。で、p が aab。で、s が実際に調べるストリングがこの pst ですね。じゃあ、実際に z ストリングを作りたいがこのストリングです。aab, aas, ab, aab, aat ですね。これを見ると、まあ、z0 がマイナス1。これは、まあ、KMP と同じですね。で、zs が
ここから始まって、このサブストリングが A とこの同じサブストリングですので、ここのサブストリングの長さは1。B が A と違って、サブストリングの長さが0。ドラサインが A と違って、サブストリングの長さが0。で、ここがね、AA。で、ここと AA と同じですので、ここの長さが2。で、ここは A。これは A と同じですので、長さが1。S が違いからですね。で、これは A で1。で、B が0。で、これは AAB が入っているので、この AB と AB 同じですので、ここの長さが3。で、これは0、1。で、これは2、1、0ですね。で、この Z 行を作ると、Z 行、ZI が P のサイズと同じであれば、これはストリングマッチングという意味です。ですね。つまり ZI イコール Length of P の場合だと、ストリングをマッチングしました。これは、1回行って、これを作って、で、もう一回歩いて、まあ、もう一回歩く必要はないですね。だから、これを作るときに戻ってこないから、ずっと前に進むので、これを作りながら、Z が length p と同じであれば、これはストリングがマッチングしたという意味です。じゃあ、この Z 行はどういうふうに作るかですね。アルゴリズムはこんな感じです。これはちょっとなんかデモで見せるといいかもしれないですね。これを拾っておけばいいかな。じゃあここで見てみましょう。はい。このスティングを見て、まあ前のスティングと同じ見てみましょう。まずこれを大きくしてですね。どのスティングだったっけ、これ、AAB、AAT、AAT。ここで。はい。このスティングでですね。で、Z 法のアイディアが、Z 法のメインアイディアが、この R と L をキープしていきます。R と L が、プレフィックスの、まあ、今の一番長く見つか、大きく見つかったプレフィックスの、そうですね、L と R ですね。一番左方と一番右方です。ですね。で、アイディアとして、0から始まって、i が l と r の後ですね、であれば、まあ、今のところが、そのプレフィックスが見つかってないので、単純法でプレフィックスをチェックする。で、i が l と r の間であれば、もう単純法でプレフィックスを見つけたので、今チェックしたいのは、そのプレフィックスがどこまで続くですね。まあ、これで見るとわかると思います。ちょっと。まず、ステップ1だと、ここで、i が1。まあ、l と r が0で始めるので、i が a と、a と a と比べて、このプレフィックスが1だけです。ですので、ここで r が1で r が1となります。で、次行くと、B。B と A が比較するので、ここはなんか、プレフィックスがないから。で、L と R が1となります。まあ、次同じく、ここも A と B を、A とスティングを比較し、A とドラスを比較して、ここも0となります。で、ここは、A、なんか、あと、i が l と r、l と r が1になるので、i がその前にいるので、1からすべて、なんか単純なアルゴリズムで、全単索で、プレフィックスを比較する。で、ここでプレフィックスを調べると、
8A と 8A がプレフィックスだと。ここで見つかった。ですので、L が4ですね。で、R が5になる。で、I が今のところが4。じゃあ次は I が5ですね。ここは K ですね。K が5。K が5の場合ですと、L と R と同じですね。R が5ですので、ね。そうすると、この、Z5 と Z1 を比較する。Z5 と Z1 が同じなので、これは、あ、すみません。これは K-1 で始めてるんですね。このサブストリングが K で始めてるので、これは Z2 で、ここと比べると2は1より大きいなので、このストリングが続かないということなので、S と比較します。これは2に進めるので、これは比較しないで、これを進めます。で、次行くと、まあ、I が5に行きますので、L と R が前にいたので、あと、プレフィックスを比較してできなかったですね。で、ここを進んで、A と A が、プレフィックスを変えて、R と L が、L と R が、7となります。次は B で、で、ここは、AAB と AAB と比較するので、L が9で R が11ですね。で、次は I が A になりますですね。で、この、前のストリングが9だったので、で、Z1 が1で、これはストリングの残り、あと、サブストリングの残りが2なので、この1がサブストリングの残り大きいなので、このままで進むですね。で、次は、B になります。これはまだサブストリングの中ですので、で、この B の、この Z を比較して、この Z が0で、で、ここは0が残ってますので、次の比較は必要はないですね。で、次は AAT で A から A に続く。で、ここは、A なので、あと、プレフィックスはここで終わるけど、じゃあ、でもこの A の Z が1なので、これ次はなんか A が来るかどうかを、比較します。なので、ここでは A と。で、これでオグリソが終わりました。ここは AA を入れればよかったですね。はい。まあ、これはあの Z 法の中身です。で、これはオグリソを簡単、オグリソを見てみると、このリンクに行けばですね。こんな感じですね。なんか、L と R が0で始めて、で、I が、KMP とように、毎回毎回 I が進む。ですね。で、I が、R の前に、つまり、前につけたプレフィックスが後ろであれば、単純なアルゴリズムで、調べないといけないですね。同じことで、L、あと R をどんどん進めていて、で、ZI が R-L で、で、R を一つ、R を一つ持つ。ですね。なんか、5、6、7を1つですね。で、まあ、単純な探索じゃなければ、なんかそのプレフィックスの中の場合ですよね。まず、K が、その I-L となるですね。で、その、つまり、それはなんか、プレフィックスのどこにあるかですね。で、この Z、K をチェックして、つまり、元のプレフィックスの Z をチェックして、で、それは、まあ、プレフィックスの今のプレフィ、今チェック確認したプレフィックスのより長ければ、なんか、その比較を続いていきます。ですね。長くなければ、まあ、その前、そのままで続いていきます。
では、どれを使えばいいのか。Z 法と KNOP 法。まあ、実際に、両方が同じコンプレクシティですね。KNOP 法を前処理を行って、これをコスト P で、で次のコストが T。で、Z 法が、1回だけストリングをいくんですけど、マッチングをするために、プレフィックスと T とプラス P をくっつかないといけないですので、コストが同じく O of T プラス P ですね。どちらが分かりやすいかというと、KNOP が P の、再帰テーブルを使い計算します。ですので、それが分かりやすいと思う方は、まあ、そちらの方が分かりやすい。逆に、Z の方が、まあ、毎回そのプレフィックスと比べて、そのプレフィックスのサイズを計算していきます。その方が分かりやすい人が、まあ、そこで使えばいいです。あと、なんか、まあ、この P の再帰の関係が必要な問題だと、マッチングじゃなくても KNOP の方が便利です。逆に、その P の、T の中のパーシャルマッチングを調べる必要な時だと、Z が便利ということがあります。じゃあ、では、まあ、これは、ストリングマッチングだったので、もう一度このビデオを止めて、次のビデオで、そのストリング法と動的プログラミングについてを簡単にお話しします。